か、まあそのお店の中とかも結構綺麗なおしゃれな感じだったので、すごく好きですね。私はまた行きたいなと思いました。こちらもタピオカミルクティーですかね。美味しいです。美味しい。これで300円なので今いいなって思いました。多分タピオカにしては安い方ですよねって感じです。ハッピーバースデー、みさねちゃん。では今から1から50の中で自分が好きな小さい数と大きい数両方言ってください。どういうこと？小さい数と大きい数？1から50の中で1と50。1と50です。いい、うん、いいの、うん、1と50やな。はい、まあそう言うと思ってたけどね。じゃあ15歳の誕生日なのでこんな感じで作りました。まずこれわかる？あみだくじってわかる？わかるよ。あみだくじ作りました。15歳なので15本好きなもの、あの欲しいもの、これに50本線引いてください。横に自分が好きなところに、はい、どうぞ。50本線引いて横に至るところに。これお菓子とか言ったらちょっとお菓子はちなみに詰め合わせな。セリアは買い放題、100円は100円は頼む。どうしたらいいんかな。で山田とかミッチーとか書いたのはその山田とかミッチーのグッズ。本はあの普通の小説とかでもいいし雑誌でもいいよ。あ、本とかあった。本当よ。はい、50本引いて数えて1、2、3。ハッピーバースデー。では誕生日プレゼントを選びましょう。誕生日プレゼントって欲しいものいるんじゃないの。うん、誕生日プレゼント、まあでもちょこちょこあげてるし。あ、すいません、うん、とりあえずこれもちょこちょこの一つの誕生日プレゼントね。あ、そうなの。選べません。何番にします？1から15。直感出てきた数字。うん、いいよ。2? じゃあ行きます。いいですか？じゃあ待って、緊張するわ。いいよ。もうグミとかお菓子とかやったらもう最悪なんやけど。本当に見ていい？いいよ。では2です。じゃあ行きます。よーい、スタート。まずはこちらに行きます。こちらに行きます。待って待って待って、やべえよ。でーでーやばいぞ。これどっちだ？下かな。もう一回チャンスあげる。右以外ね。ここちょっとこれ一直線にするよ。うん、はい。じゃあもうラストチャンスやけん、1個やけん、どうぞ。ちょっと待って、わからんで。マジわからんで。早くおばさん、マジわからんで。早くして、早く。わからん、わからん。1から15、右以外。わからんって、マジわからんのよ。何でもいいって、早く言って。はい、じゃあラッキーナンバー7で。はい、ラッキーセブン。いきますよー。また本やったらウケるな。いきます。緊張感あった。山田くん、山田くん、ミッチ。